く分かったね、家学生課で聞いてきた。あ、そっか。一人暮らしだと思ってた。お父さんと二人暮らしなんだね。ちょっと緊張しちゃったよ。猪熊さん？ん？旦那さん。ん？私の夫。ありがとうございました。え？さあさてさてと、いしゃ。あら、お餅、もう一個おかわりどう？はい、どうぞ。知らなかったっけ？うん。言わなかった？だって英語にも言えるって書いてあったよ。そうだっけ？うん。みんながゆりゆりって言うから、ゆりってそのまま書いてたんだ。じゃあ行くね。
ドドー。映画始まったらしばらく誰も来ないんでしょ。お茶でも飲みに行かない？さっき言ってるね。ココア？そうです。甘くね？甘いのはココアです。そりゃそうだ。ちょっちょうだい。甘い。あ、コーヒー飲む？いや、コーヒー飲むと眠れなくなっちゃうんで。大丈夫だよ、さっきグーグー寝てたじゃん。あの、結婚してるって聞いたんですけど。そうよ。みるめくんとは遊びですか？遊び？付き合っちゃダメかな。ダメです。そうか、だって触ってみたかったんだもん。ミルメ君に触ってみたくないの？触ってみたいけど、どうしようもないし。やってみなきゃいいか悪いかも分かんないよ。今日はロボ来ないね。今度ね、ギャラリーので展覧会やるんだ、3人で。はい、見に来てよ。じゃあね。ちゃんか、なんで電話出ないの？え、壊れてんだよ携帯。壊れっぱなしなの？うん、めんどくさくてね。
不便じゃん。おい、やめろよ。だってつまんないんだもん。携帯鳴ってるよ。出たくなっちゃうから出ればいいじゃん。出たら会いたくなっちゃうから。会えばいいじゃん。バカじゃない。おい、ちょ無理すんなよ。こんなことして本当にバカだよ。ほな、バーカバーカ。ちょ大丈夫、ちょっとほな、うん、いや、うん、いやこれつけといた方がいいって。押さえといた方がいいって、うんうんうん。